深夜の飲み会ですね。だから。これがいいんだよね。こうとこうであると雰囲気、雰囲気ちょっと違うから。よいしょ。梅酒のプレミアム、280円です。そして、安定のレモンサワー、ゴールドとシルバーで、はい、めちゃくちゃ綺麗だ。うまい、これめっちゃうめえ。すごい、はしごしたからうまい。お値段は278円。普通の梅酒だったら190円ぐらいなんだけど、100円ぐらいだね、これ、うん、うまいわ。今日どうすか、今日の雅亭は。あのね、今日登別の雅亭に来てるんですけど、3年ぐらい前に1回来たんですよね。その時が同じ秋口だったんですけど、松茸は出るわ、イクラのなんか自分でスプーンでかけれるイクラで、ホタテの刺身にヒラメ、あとマグロだとかなんとかって言って、1万500円、1万1000円ぐらいだったんですよね。で、今回も1万1000円で、道民割なしで来たんですけど、一切そういったもの、出ず、刺身は安定の冷凍の、エビ、マグロで、カンパチだけ一応なんか生とか新鮮なのがあって、で、ちょっと料理は冷凍ものが多くてちょっと評価は、評価はやっぱり、まあ、その食事は今のところ夕食は、まあ、30点かな、100点まで10 で、まあ、部屋はすごい清潔感なんで、まあ、85から、まあ、90点ぐらいでしょう。広さもあって、洋室で寝具も気持ちよくて、まあ、90点ぐらいので、風呂はやっぱ登れず別なんで寝室いいんで大体80点で、これね、すごいいい情報なんですけど、2時から夜9時までの間、系列店のマホロバのお風呂が1000円で入れるんです。なんですけど、なんかちょっとサービスしてもらっちゃって、ただ風呂みたいな感じで入らせてもらいます。ずる。あの頃の宮城亭は本当に90点しかなかったんですけどね、このイクラのホタテなので、やっぱりコラの関係でお客さんがいっちゃって、どうしても経営厳しいっていうことで、多分それだったでしょうね、かなり。そう、うめえ、ほんこれなんで飲んだの。おすすめ、これおすすめ、本当おすすめですよ。なんていうやつ。長屋梅酒プレミアム。値段は298円。ちょっと分かんない、2キュッパーだったんだけど、あんまり売ってみたことなかった。